県内の去年1年間平均の有効求人倍率は1.37倍と、1963年の統計開始以降最も高くなりました。佐賀労働局によりますと、県内で仕事を探す人1人に何件の求人があるかを示す有効求人倍率は、去年前の年から23ヶ月連続で1.3倍を超える高い水準で推移しました。 年間平均の有効求人倍率は1.37倍で1963年の統計開始以降最も高くなりました産業別では卸売・小売業の求人数が前の年よりも2割近く増加しています物価高による節約志向を背景に特にディスカウントストアで売り場の拡大など活発な動きがあるということです佐賀労働局は 物価の高騰は落ち着いてきたものの依然として続いている今後も雇用に与える影響が懸念され状況を注視する必要があるとしています